震え、アリアンロッド奪還は目前、この勢いのままに成長を落とすぞ。さすがは国王の軍よ。わしの力でどれだけの敵を稼げるか。いけない、王国軍は戦場に迫っている。急ぎ救援しなければ。ローベ博が基地に陥る前に戦場へとたどり着くのよ。ローベ博は保身。私にお任せください。指示お任せを。第一の男、刃が目の前に迫ればたちまち寝返るでしょうな。正面の門が閉ざされています。左右から回り込んでも進めるでしょうが。そちらには地面に厄介な仕掛けがあると。おとなしく門を開かせた方が良さそうね。東西の城壁上にある装置を動かせば門を開けられるようですよ。周囲の将兵を始末しなければ装置は動かせませんよ。この力でもっと戦果を。どきなさい。まどろっこし。私の見ていなさい。まっすぐ突き進みて。門を開けられたようだな。さあ次だ。よし、正門周辺は俺が守ります。陛下たちは先を急いでください。兄さん、一緒にここを守り抜きましょう。中央の門を敵に制圧されたのは厄介ですが、開門するには城内の制御装置を動かして城壁につながる門を開き、さらに城壁上にある制御装置をも動かさねばなりません。つまりまずは中央門の手前にある2つの装置を動かせばいいんですね。なんだってそんなにややこしいんだよ。攻略が面倒だから白銀の乙女と呼ばれるんだよ、この城塞は。いけ、地面から何か尖ったものが。この上を歩くなんて絶対痛いです。
兵士と戦うよりは装置を動かしてる方がいいけれど。昔のお友達と戦うなんて悲しいけれど、ごめんなさい。私も負けられないの。市民に紛れて聖長にたどり着けたはずです。すまない、メルセデス。お前の仇は必ず俺が。これで目的の門を開ける装置へと。私の見ていなさい。開門を急いで。ことは一刻を争う。東西の城壁にある制御装置を動かしましょう。陛下のため帝国軍を撃て。全軍前進。まずい、場外から増援が。殺し合えばおのずと強くなる。兄さん、私たちで食い止めよう。城内の攻略を邪魔させるわけには。ランドル、頼んだ。城門を死守してちょうだい。残り一つ動かす。動かしましょう。最後に良い戦いができましたな。感謝しますぞ、陛下。そう軽々しく首を差し出すな。今からでも王国に着く。キコーラを切りたくはない。ゲンナル、やはり我らは王国に着くぞ。陛下と共に帝国軍を掃討するのだ。あれほど申し上げたというのに王国軍に寝返ってしまうとは。仕方がある。残る兵を率いて帝国に攻撃を仕掛ける。はっ、わしはローベの騎士として命ある限り閣下の命に従いましょう。これもまたあなたたちの選んだ道ならば答えてあげる。民兵を動かす気を失いましたな。
私の出番？代わり、行きます。強くなるほど、しばらと参りましょう。ここは倒産。あれは少し休んで。ファーガソーの従者ドゥドゥ、やはりこの先にはディミトリが。目の前よ。成長へ最短距離で進むには罠の上を通る必要が。これは解除できないのか。東西の城壁奥に解除できる装置があったはずですよ。アドラステアの若造ども、このわしを殺してみせよ。死に場所を求める獅子ほど厄介な相手はおりませんな。まったく、敵の優位を覆すには多くの戦力を成長前に集める必要がありそうです。確か
東西の城壁から城内へと道がつながる階段が隠してあったんじゃ。指示、やりましょう。おお、応援に来てくれたのか。これはかたじけない。成長できたみたいですね。早く残りも解除しましょう。罠の上を進むなんて。私の任せなさい。長期じゃないです。これで安全に進軍できるわね。よし、少し休んでて。はっ、you
これで城壁から味方を引き入れられる。さあ敵を追い込むぞ。まだまだ。残念ね。一度は帝国の進化となったというのに。伯爵は撃たれたか。仕方あるまい。ならばこの手で敵陣を打ち砕くのみだ。正々堂々勝負と行こうか。充実していたようだ。それはこっちのセリフよ、君とね。さあ、決着をつけましょう。無理はできないか。総員撤退せよ。僕の役目はここまで。指示受けた。やりましょうってことで。お急ぎください。俺が死んだよ。それには及びません。ドゥドゥ、あなたは陛下と共に生き延びるのです。無事で戻ると約束してくれ。お前を失うわけにはいかないんだ。ファーガスに勝利を。この戦い、精勢はこちらに傾いたわ。城内の制圧を進めなさい。ファーガスの未来を詰ませやしない。貴様らなどに彼らを殺させはしない。よっ、えいよっ、は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 っ
見せる。私の勝ちだわ。見事な忠義ですね。王を守るための盾に。城塞は守りきったけれど、ローベ博をはじめ多くのものを失った。痛いわね。陛下、俺たちも急ぎ。ああ、すまない、イングリッド、メルセデス。お前たちをここに。せめて、シンガリは俺が務めるべきでした。謝るな。シンガリをお前に全ての決断を下したのは俺だ。陛下。死ぬのは。どうか。それ以上メルセデスはあなたを。イングリッドは自らの意志で陛下の背を守ることを選んだ。それさえも否定されては。俺は勘だから、今はゆっくりと眠ってくれ。まだまだこの。また一歩。あと、こんな才能が眠っていた。この力。アリアンロッドは無事に守りきれた。皆の尽力に感謝するわ。俺たちにかかれば余裕だぜ、王国。そうでしたっけ。私は全然よ。ローベ博が再び寝返った時なんか、人生で6度目の命の危機かと。よく生きてこられましたな。貴殿の運の強さに敬服しますよ。クリットちゃんのこと撃たなくちゃいけなかったわ。それだけのショーだったのだ、ドロテア。ええ、分かった。さて、これ私たち本軍は一旦連戦の疲れもあるし、戦略的に意識西はアリアンロッド、これらの地を共闘歩とし、
戦線の維持に、そして体制を立てな。言葉にするのも腹党命令でも、隙のある采配に付き合わせて。そんな言葉はいらないさ。実際、将兵の損害は少ないのだ。いくらでも。私はへこたれてる陛下。なんというか、皆一貫しているよね。僕は今は眠くないけど。そういうリン君も、私より精進する。まったく頼もしい仲間が多く。私はどう？ちゃんと頼も。もちろんよ、いろいろな意味で頼もしいわね。帝都に戻るのも久々よね。ずっと戦い詰めだったし、少しは羽を休。そうだね、灰色の悪魔に勝つためにもいい気晴らしになるんじゃ。ダルはもう灰色の悪魔との。どうしてだい？あの一方的な殺戮の後、君が語った夢は忘れてしまったのかな。帝国軍に入ってからも。もちろん勝負して勝ちけれど、あの人たちを仲間にでき、私だけの欲を満たすより、そういう選択は間違ってる。あの人たちも王国で働い、決まった主がいるわけでも、どこかの勢力に肩こうしていい仕切りな。君らしくもない。彼らはもう何度も帝国軍にとっても仲。将兵の中にだって王国や同盟し。彼らは灰色の悪魔ほど明確。ねえラルバ、どうしたんだい？なんでそこまで灰色の悪魔を倒すことにこだわるの？それはもちろん君を思ってのはず。なんラルバ、それが君と僕の運命だとか。石炎の章、束の間の帝都。アリアン・ロッドを守りきった帝国軍であったが、エーデルガルトはこのまま東西の戦線を維持することは不可能と決断。事態を打開すべく進軍を停止する。自身と入れ替わりでベルグリーズ伯を王国軍との戦線に投入し、エーデルガルトはとある目的を持って帝都へと帰還することになる。ねえ、こっそり話すのはいいんだけど。念には念を。このところ、ま、なるほど。さて、姿を見せなくなったからといって闇にうごめく者どもを相手にして警戒を緩めることなどできません。特に帝都アンバルは、陛下や我々が帝都に戻るのに合わせて。それで私を呼んだ理由は何？そうですな、警告と闇にうごめく者、もし動きがあるとしたら私に。ええ、貴殿にです。貴殿が彼らと同じ力を有しているという話は、そんな貴殿を仲間に引き入れようと彼らが動いて。私には全くそんな気はないけど、そういう話になっちゃうのね。安心して、何があって。貴殿によく似た生き別れの兄弟がその誘惑を断って、家族かもしれない相手を殺せますかな。貴殿は。かなり意地悪なことを言いました。ただの可能性にす。ですが、想像し。
ちり鍛えて差し上げます。まだ先がありそう。みっちり鍛えて差し上げます。訓練を怠らず勝利をつかみましょう。施設のことなら何でもお申し付けください。またご用がありましたらお越しください。